はい、皆さんどうもこんにちは、ヒロシのカップレーナーです。今日ですね、ある視聴者様の方からウイスキーが届きましたので、そちらをね、ご紹介していこうかなと思います。届いたものはですね、こちらになります。ではね、早速こちら開封していきたいなと思います。はい、ということですね、こちら視聴者様の SK 様からいただきました。 SK 様、本当にね、ありがとうございます。ということでね、 SK 様から送っていただいた、まずウイスキーのね、こちら、じゃん、ボーモア10年、ダーク&インテンス。こちらですね、シングルモルトスコッチウイスキーとなっています。中身のボトルはですね、このようなボトルとなっています。そしてね、さらにこちらがですね、ちょっとこちら開封していきたいなと思います。こちらはですね、神奈川県のね、鎌倉市にある豊島屋さんのですね、鳩サブレーですね。あ、元祖鳩サブレーですか？私もちょっと鳩サブレーにはあまり詳しくないんですが、このね、鳩サブレーの多分元祖は、このね、神奈川県鎌倉市にある株式会社豊島屋さんのハトサブレですね。これもね、ウイスキーに合いそうですよね。ではね、まずはこちら、ボーモア10年ダーク&インテンスの、ね、情報から。ボーモア蒸留所はスコットランドのアイラ島に1779年に創業しました。アイラ島で一番古い蒸留所です。アイラの女王とも呼ばれているアイラ島のウイスキーです。ボーモア10年ダーク&インテンスは免税店向けに販売された特別なボトルで、スペイン産のシェリー樽で熟成が施されています。ということですね。まあ、あまりね、見かけることがない、ボーモアの免税店向けボトル、ボーモア10年、ダーク&インテンスをね、視聴者様の SK 様よりいただくことができました。SK 様、本当にね、この度はありがとうございます。こちらのボーモア10年、ダーク&インテンスは、2017年より発売している免税店向けにリリースされた3アイテムのうちの1つで、このね、ボーモア10年、ダーク&インテンスの他に、ボーモア15年、ゴールデン&エレガント、ボーモア18年、ディープ&コンプレックスがあります。まあ、最近ね、このボーモア18年の人気がね、すごく火がついて、このね、ボーモア18年ディープ&コンプレックスも品薄となっていますね。まあ、このね、ボーモア10年ダーク&インテンス、免税店向けということで、まあ、大きなね、量販店とかではよく見かけるみたいなんですが、まあ、どこにでもね、売っているようなウイスキーではないようです。貴重なボトルをね、本当にありがとうございます。ボーモア10年ダーク&インテンスは、スペイン産のシェリー樽で熟成を施した原酒を使用しているということで、まあ、ボーモアのね、リッチな味わいを感じることができそうですね。ボーモアはアイラの女王とも呼ばれていますが、シェリー樽熟成のボーモアはね、どんな女王になっているのか、非常にね、気になりますね。ボーモアのシェリー樽熟成を前面に出したボトルは、まあ、私がね、昔から知っているので有名なのが、ボーモアダーケスト。まあ、最近ではね、ボーモア9年、シェリーマチュアードなんかも飲んでみました。まあ、その他にもシェリーダル熟成を前面に押し出したボーモアって結構実は最近たくさんあるんですよね。まあ、私ね、全部は飲みきれていませんでしたので、このね、ボーモア10年ダーク&インテンスも私ね、初めて飲みます。まあ、どんな味わいなのかね、貴重に気になります。こちらのね、ボーモア10年ダーク&インテンスね、店舗ではなかなか売っていないかもしれませんが、ネット通販なんか見てみると、まあ、今でもね、普通に買えるみたいですね。こちらのボーモア10年ダーク&インテンス、価格は5000円ほど、容量は免税店向けということで、まあ、こちらもそうなんですが、1リッター、リッター瓶のものが多いですね。アルコール度数は40度となっています。ではね、こちら、ボーモア10年ダーク&インテンス、早速で飲んでみたいと思います。まあ、これでね、キャップはコルクキャップとなっています。まあ、色味はね、このようにやはりね、シェリーダルゲージが主体ということで、少しね、濃いめの赤っぽい琥珀色となっていますね。はい、ではね、早速香りから。あ、香
香りはですね、やはりアイラ特有のセイロガン香も多少はあるんですが、そこまで強くないですね。それよりもこうドライフルーツのような熟したフルーツの香りと、あとねこうメロンのようなね濃厚な香りもあって、あとこの表現がちょっと楽しいかは分かりませんが、ちょっとねカブトムシをね連想するような土っぽい香りもありますね。結構ね濃厚な香りです。では、ね、いただきたいと思います。あー、うん、美味しいですね。口当たりはですね結構最初さっぱりはしてるんですが、後味が結構濃厚ですね。やはりシェリーダル特有のレーズンっぽいね濃縮されたフルーツの甘みと、このピートの癖がねやはりちょっとあって、とてもねバランスよく美味しいですね。そして熟成年数も10年ということなので、そこまでね樽のウッディ感もなくて、さっぱりはしているんですが飲み応えのある一本となっていますね。これはね面白いです。美味しいですね。いやー、ボーモア美味しいですね。まあ、もともとボーモアってアイラモルトの中でもスモーキーさそこまでなく、癖はあるけど柔らかいアイラモルトなんですよね。まあ、このボーモア10年ダークアドリンですは、そのボーモアよりもさらにね柔らかくしたような印象ですね。まあ、目白田中屋の栗林幸吉さんがボーモアのシェリーを飲んでねエロいと表現していましたが、このねボーモア10年ダークアンドインテスの味わいも結構ねエロさありますね。妖艶な女性を思い起こすようなそんな味わいではないかと私は思います。まあ、先ほども言いましたがボーモアってね、まあ、昔からすごく人気銘柄なんですが、最近ねその人気もちょっと落ち着いてきたかなと思っていたんですが、まあ、ボーモア18年が、まあ、9倍10倍になるということで、またねこのボーモア人気再燃してるようですね。まあ、ボーモア18年は手に入らないんですが、ボーモア12年までもね品薄になっているようです。まあ、ぜひねこのボーモア10年ダーク&インテスも、まあ、2017年に発売されたということなので、まあ、今5年ぐらい経っていますよね。まあ、そろそろねこのダーク&インテスも発売がねなくなるんじゃないかなというねちょっと予感もするので、まあ、気になる方はね今のうちに買っておいてください。まあ、価格もね5000円ほどということで、まあ、最近のねウイスキーにしては結構お手頃価格なのではないかなと思います。まあ、リッター瓶ですからね、リッター瓶で5000円はかなり安いですよね。そしてねちょっとここでハトサブレをねちょっとつまみに大物をね飲みたいなと思います。すごい、このハトサブレこの大きさですからね、これはね美味しいんですよね。ハトサブレね、なんか昔ね食べた記憶があるんですが、なんかすごい美味しかった記憶があります。なんか東京土産というとハトサブレっていうイメージなんですが、神奈川なんですね。ではね早速これハトサブレねいただきたいと思います。大きいですよね。このね素朴ながら旨味を感じられるこのハトサブレ最高ですね。美味しいです。あーボーモアとも合いますね。あ、ハトサブレとウイスキーっていいですね。うん、美味しいです。視聴者様の SK 様、この度はね貴重なウイスキーと美味しいハトサブレをねありがとうございます。まあ、大切にねちょっと飲んで食べていきたいなと思っています。ということですね、今日のヒロシの隠れ家は視聴者様の SK 様より届いた免税店向けのボーモア、ボーモア10年ダーク&インテンス、そしてハトサブレをご紹介させていただきました。ではまた。